よし、ドラフト星なしペナントやっていきましょう。留学生が残り28日で帰ってくるんで、28日後までいきましょう。そしてコントローラーは未だに変わっておりませんと。新しいコントローラー買わないといけないね。今週ぐらいに新しいコントローラーでも買いましょうか。プレステ4の。プレステ5でパワープロが出ないことを祈って、とりあえずプレステ4のコントローラー買います。プレステ5でもう買えるのかな普通に。何のソフトがあるのかわかんないんだが。アメリカリーグの春日選手は苦戦してるらしいです。もう帰ってこなくていいです。帰ってきてもどうせうち取れないんで、そういうルールなんで。残り8日、1、2、3、4、5、6、7。お、今んとこいいじゃん、2位じゃん。今年優勝狙えるんじゃない。やっぱうち強い、今年。なぜ強いのか分からんけど、とりあえず留学生が牧谷池田のダブルサードか。対象と打線がなくなってんのかな。連勝記録5。おお、肩か。パワーはいいね。守備が上がりやすいんだよね。彼らには一軍に上がってきてもらいたい。ちょうど調子悪いし。一塁が一応伊藤がいるから藤沢下げるか。でセカンドに牧谷、セカンドできるんだよな。セカンドサードだな。平岩が打ってないんだったら池田にしてもいいかもしれない。2番誰が打つかだな。1個ずつ打順上げるか。でこんなに調子いいんだったらこうするのもある。で対左は若松が強いからこれでいこう。問題はサードだな。誰か対左強いとかいたらね、お前がサードだってなるんだけど。まあでも併用したいできたら平岩と併用していこうか。これ今年ワンチャンあるんじゃないの。今んとこ首位だし、ピッチャーと打線がうまいこと噛み合ってると思いきや、ちょっと負けが続いていますか。相手はヤクルトか。ヤクルトの直接対決は勝ちたいね、基本的に。この辺も落とせないんだけどね、下位の DeNA との試合は。最低2勝1敗。うん、ヤクルト、ヤクルト戦、よし、ヤクルト戦、よーし、2連勝いいね。一気にやっぱり直接対決勝つとね、縮めれるからね。交流戦入ってもうちの好調は止まらないと。江藤が怪我した。ちょっと江藤打ってたからね、江藤の怪我が痛いですが、まあ1週間なんで5試合ぐらい。大体もうそろそろ帰ってきてくれる。2ゲーム差、結構いい。あ、コーチが帰国してきた。ならムード丸を教えれるんで、ここで誰かに、チームのムードがちょっと悪い中、ムードマロを教えたい。あと中継ぎ選手に威圧感は今覚えてるのか。じゃあ緩急、誰かに、まあユーティリティこいつだし、ムードまで覚えさすか。ユーティリティ枠は貴重ですよ。一軍に常にいることが多いから。ピッチャーじゃどう。
うん、5点台が良くないと。3点台、3点台、4点台は変えるか。寺本使ってもいいかもね。調子だ、調子だ、勝利投手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 、ビハインド、リード時、リード時、リービハインド、ビハインド、ビハインド、ビハインド。なんでこんなうち2位なのにムード悪いの？仲悪いのかな、チームの。長年やっぱ勝ってなかったからまぐれだと思ってんのかな。うわ、でもちょっとヤクルトと差をつけられ始めてきたよ。直接ここで、あー、ここで負け越したか。きついね。ちょっと一気に落ちてきた。ちょっと一気に3位、3位までも厳しくなってきましたが、最低3位は入りたいよな、せっかくいい試合してるんだから。優勝はちょっと厳しいな。巨人に勝ち越して、あー、負けが4位、3ゲーム差カープと。ここでノリノリ。内藤がちょっと調子落としてるね。一回休ませるか。あー、でも小古瀬もちょっと調子良くない。調子良くないって言っても2割6分、2割5分でも十分なのか、あれを考えると、この打点っていうのを考えると、この成績でも十分上位なのかな。日原を使いたいから、サード、セカンド、ショート、サード、こうしてこうするか。3割5分2厘。多分2割5分でも十分なんだよな、この世界線的に。3割言ったら神だよな、この超打低の世の中。平均打率も高くないしね。勝て、よし、勝ち越した。このまま行こう。新打順で打順を入れ替えた結果、向こう高野により、打順を入れ替えた結果、チーム上がってるんじゃないか。ここで向こう田もノリノリになってきたと。ファースト、ファーストで内藤がちょっと疲労溜まってきてるね。内藤休ませたいんだが休ませれないと。一回内藤休ませるか。ショートできるもんな。ちょっと思い切って一回内藤ここ休ませるわ。大事な時期で、ここ10日間休んでもらってリフレッシュして帰ってきてもらおう。3連敗。あ、ちょうどオールスター休みあるんだ。ちょうどオールスター休みで休めるんで、向こうだ覚醒。だがチームは勝てない。ちょっと休んでもらう。2.5 ゲーム差つけられましたか。ちょっとリフレッシュしてもらって上がってきてもらおう。打ってんだよな、この2人は。うん、悪くない。だから内藤も使いたいと。うん、こいつか。
これだな。1番向田、2番稲見ね。3、めっちゃ強くない？ 3 番がちょっとアヘタン気味だけど。まあでも足がある、1、2、3は。3番のちょっと、3番大島みたいな感じで暗黒臭がするんですが、ここで5連敗、6連敗と。よし、連敗回避。ちょっと、序盤の勢いがなくなってきているのか。ここから勝っていこう。2人ノリノリじゃなくなったからもう厳しいかな。もうちょっとまだ耐えれると思う。まだいける。あ、ちょっと無理だ。もう無理、ちょっとやばい。もう厳しいぞこれ。向こうでも3割打ってんだよな。2割5分か。ここは変えよう。あー、この2人の疲労が溜まってきてるが変えられないと。3割3分6人打ってんだよな。ああもう終わったな。これさすがにこれはちょっとシーズンするまでいくわ。無理ですわ、4位は。さあ3位は。やっぱり4位ですね。3位は惜しかった。でも、あれでもだいぶ、やっぱ良くなってきてるよ。流れは傾いてきてる、やっとうちに。65勝72勝。62勝70、65勝72敗。勝率はちょっと上がっただけか。でもうちに流れは来てる。これ4位まで上がってきた、最下位から。初めて苦節。何年？1年目、2年目、3年目、4年目、5年目、6年目、7年目、8年目、9年目、10年目、11年目、12年目、13年目、14年目にして、やっと最下位脱出。14年目にして、やっと最下位脱出したよ。投手は相変わらず最下位と。で、投稿すぎんだよな。3.71 だよ。野手は、まあそこそこいいのか。そんな良くないね。なんで勝てたんだろう、これ。野手も下から2番目だもんね。うまいこと噛み合ったのかな。2点台ぐらいをデフォじゃないといけないのかな、先発投手とかって。4点台、3点台じゃダメってことか。やっぱ2点台がデフォだね。打者の方では、だって OPS748 が一番強いチームだから、やっぱ打者は良くないんだな。8超えがいねえっていう。748115033盗塁。26の14でしょ。272の15。なんか微妙なんだよ。いや、そんなに打ってないんだよな。打線だ。やっぱ問題は打線ですね。でも最下位はピッチャーなんだよな。どっちもだな。どっちも問題なんだ。逆によくこれで4位になれたの。逆によく4位になれたの。あれ3割、うち誰か打ってなかったっけ。いや、池田は規定いってないのか。420惜しい。規定いってたらこれ、首位打者だったな。みなし首位打者ならないかな。その、この打率はちょっと厳しいか、みなし首位打者は。もっと3割並ぶぐらい打ってたら、あり得たかもしれないけど、20打席連続凡退で計算されるから、3割ぐらいまで下がっちゃうかな。ベストナインは稲見ね。新人王だ、池田は。最短だ、稲見ね。最初の中継ぎ平原。義母が、あ、塩谷がホームランと打点を取ってる。覚醒してる、やっぱ塩谷が。塩谷が、やっぱいい選手だったな、塩谷。うちに塩谷がいたら今年3位になれたでしょ。ワンチャン優勝もあったわ。あー、また流出。毎年毎年流出。北田が FA 宣言、上内が FA 宣言、山村が FA 宣言と。毎年3人いなくなるんだけど、主力が。毎年エース抜けるんだけど、なんで毎年毎年うちのエースは抜けていくんだ。そして東海になると。ピッチャー取らないといけないね、今年は。ピッチャーが足りないわ。お前にはちゃんと金払うからな、出ていくなよ。みんな希望通り払うわ。金はあるんで。園部とかほんまは希望通り払わなくていいんだけどね。
正直払わなくていい。だって FA してもいいもん、もう困らん、 FA されても全く。どうぞしてくださいっていう感じで。水越しとかね、2900万よ。どこのチームがあんたに2900万出すんですかと。池田はね、一気に活躍したね。ミート A なんじゃない、このままいくと。ちょっとあへたんだけど、守備走塁コーチでいい選手欲しいね。でもこれ走髪のムード丸も覚えたから、全体的にパワーとミートプラス5だっけ。ベンチにいるとムード丸普通にチートなんだよな。でピッチャーは威圧感覚えてるやつがいるでしょ。夏目が対談、なんでそんな簡単に対談するんだ。今年はピッチャー、ズバ抜けたピッチャーがいないな。ズバ抜けたこいつめちゃくちゃ強いってやつがいいね。まあ普通に強いやつはいるけど、野手はもっといない。ああ、いいキャッチャーがいた。まあ、ピッチャーかな。だからいい、めちゃくちゃいいのがいいね。杉森か。熊谷。普通、中継ぎはそこそこいいのがいるんだけどね。あんまり先発で再起きか。だって上位候補が全然残ってるもんな。再起はでも投げれても5イニングなんだよな。だからうちキャッチャーいないから5イニングも投げれるか分かんねえ。スタミナアップさせてくれるやつがいねえし、超守備型セカンド、セカンド多いんだよな。島津ショート、高校ナンバーショート取るか。まあ、ドラニで高校ナンバーショート取るのは悪くない。ロスピッチャーはそんなにめちゃくちゃいいのがいないし、今年こいつ取りてえなってやつがいねえんだよな。可もなく不可もなくって、下位だったら取りたい選手がいるんだけど、上位で取りたい選手がいねえ。ドラフト1位がいないんだよな。今年23歳。まあこんな、ああ野手はどうするか。まあもう残ってないっしょ野手は。ここ数年でも野手ドラフトしてるから、野手はね多分育ってくると思うんだよ。だんだんそうなってピッチャーが足りなくなってくるから、ピッチャーもちょいちょい取らないといけないと。噛み合わないとね、やっぱりピッチャーと野手っていう全盛期がちょうど、うまいことちょうど噛み合ってくれたら優勝できるんで。ドラフト1位誰だっけ。佐伯。まあ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 、そんなに良くないと。島津、高校ナンバーショート、バントがうまい。土だ、土師だ、灰またぎができます。杉森、ああ球軽いか。でも対左シート、赤堀、なんか特能が全体的にちょっとしょっぱいね。いい特能を持ってる人は今年は取れませんでしたと。メジャー行ってほしいんだよな、うちの選手も。FA じゃなくて強、こんなんが C ランクで取れるんだもんな。北田は2点台なんだよな、うちのエース。まあまあまあ、神内は別にいいや。まあ、この2人、山村はでも結構頑張ってる。まあ、早熟だしね。北田が一番痛いな。北田は DeNA。しかもセリーグじゃん。でうちだけ金銭だし。
山本由伸クビになってる。とうとう山本由伸がクビ。まあ、14年経ってるからね、とうとう山本由伸がクビになるような時期になってきましたね。最終的にオリジナル選手しかいなくなりそう。去年活躍した向こうだ。ピッチャーもいかか。ずっと野手ばっか育てたけど。ちょっとうち今ピッチャーが足りないっていう現実があるんで、エースを作らないといけない。ってなると新谷くんか。ちょっとエース作るわ。機材感忘れた。まあいいや。キャンプ終わり。赤堀がカーブを覚えた。で、機材買ってなかったから買っとこう。機材はガンガン買います。もう全部買おうぜ。全部マックス。土師田杉森、土師田杉森が2人か。二軍幽閉は。外野もできるようになってもらうと。菅野はムード丸だな。菅野で勝んのか。サードのサブポジ。カード、キャッチャーはできないから、もうじゃあもう完璧だな。完璧な超ユーティリティになったわ。ファースト、セカンド、サード、ショート、外野全部守れる。あとムード丸だな。あとムード丸覚えて一軍に、これで一軍に一応ユーティリティとして置こうと思ったら置けます。さあ今年取ったルーキー見たか。エースは誰がやるのか今年は。俺、吉江とかエースいいと思うんだよね。タイピン B だし。うせぇ。寺本ここで先発行くか。穴田。日置。あれ誰だっけ？これこんだけしかいなかったっけ？こんだけしかいなかったです。先発が少ねえ。水越行くか。いや、宮村だな。あ、岡部もいるじゃん。ベテラン園部もいます。で、抑えは与田。すぐ平原が抑えやろうとするんだよな、一発持ちなのに。これでピッチャー陣が最悪なんだからね。やっぱキャッチャーのリードが良くないんでしょう。単純にそれだと思う、理由は。あと1人1軍に上げれる。まあ、やっぱ打てる富岡でしょ。打順の方は、牧谷が難しいね。これ池田が入ると牧谷。あ、でもキャッチャー使えるのか。木口も使いたいしね。内藤翔太でしょ。で、牧谷をサードで使って、池谷キャッチャー、若松でいくか、稲見に。稲見ね、2番池田、3番内藤、4番、3番牧田、4番牧谷、4番内藤、堀越、古瀬、古瀬はどこに置くかだな。2番に置いてもいいね。池田、木口、戸賀野。まあ、こんな感じかな。ピッチャーは序盤はもう基本勝利投手。いや、吉江はちょっとやっぱエースだから長いイニング投げてもらいたい。寺本もエース候補だしね。正直これ穴田もいけると思うんだよな。宮村もいける。宮村でもスタミナがないんだ。あ、で、吉江もスタミナねえや。
スタゲン、スタゲン。ビハインド、ビハインド、ビハインド、ビハインド。リード時、あと一人誰リード時にするか。ヨダが威圧感覚えたのか。ってなると今威圧感誰が覚えてんの。あ、誰もいねえ。じゃあ誰かに威圧感覚えてもらおうぜ。平原に威圧感と。威圧感覚えていい中継ぎになってくださいと。まあ、勝ちパー調子いいやつ使っていくか。中継ぎって結構序盤のね、成績が後半まで響いたりするんで、序盤抑えてるやつって中盤まで結構抑えてくれるんでね、序盤でどんだけ抑えてくれるかで変えていきましょうか。今年は目標はまあ現実的なところに行くと3位だけど、ワンチャン優勝は全然ありえると思う。そこまでやっぱ去年まで最下位だったから絶対無理だってなったけど、序盤は首位争いしたからね、あの調子を続けることができればいけるんで。で、留学生もいるでしょう。留学生も帰ってきたらだいぶ戦力も上がるんで、まあ、留学生は各球団行ってるからそれは同じことなんですが、これ帰ってきた最近、まあ、2級者上がったくない最近。たまたま2級者上がったんだよな、留学生じゃないよな。すごい、たまたま最近を一気に2級者も上がった。伸び盛り。じゃあ今日ここで終わりましょうか。バイバイ、さよなら。